みんな、おはよう。おはようございます。あれ今日、来ちゃった。あれ誰だったっけ、あなた。あ、お久しぶり。お久しぶり。一緒にこの前やったよね。あ、一回一緒にやった、うん。あ、もぐみです。もぐみちゃんが来ちゃいました。今日もテキパチ。あれだって、もぐみちゃん、さっきまでおじさんいたのよ、あのもぐら。え、いたよ。わ、僕がね、うん、全然出さないから。全然出さないから首もうもぐみちゃんが来んの、ずっと。そう、今日は、うん、僕が首にして帰らせたから、うん、もぐみ急に来たんだ。急に来た。いや、もうだってさ、そう、もぐらがさ、なんか声を、今日13時間収録なんだけど、13時間収録ってなんだよ、まず。楽しい。楽しいよな。楽しいんだけど、あのおじさんね、今週末結構大事なのがあるから。そうだったね、1000万円そうね取るための大会があるって言ってた。あの大会が近づくと出てくるんだよね、もぐみちゃんが。なんかこれは偶然なんだけどね。偶然なの。偶然なの。あ、そう。頭に何、そのなんかシソみたいなついてるけど、なんなの。これはシソじゃないよ。シソじゃないの。リボン。リボン前回編集の人が、うん、めんどくせえからこれちゃんとつけろって今日はもうもぐらのおじさんから打ちたい台はあのもぐみちゃんに聞いてくれって言われたから。本当に今日何やんの。あいつはこれバカだから帰らせたから。もぐらに厳しすぎるよ。いや、あいつ頑張ってるよ結構。バカ。あいつバカだもんな。はい悲しくないの、そんなこと言っててもぐみちゃんね。今日打つ台は何。今日打つ台、もぐみが一番好きなものがスロットになってるんだって。ええ、もぐみが大好きなもの。そう、花火。花火。その花火がスロットになってんだって。すごい。ということで、あの花火ですか。なんかね、名作だよ花火って。もう、あ、そうなんだ、うん、スロットを打つと、うん、あのね、花火が打ち上げられるんだって。そうだよ。でももぐみちゃん打てる、あれ。結構外しとかリプレイ外しとかあるのよ。バカして4歳がリプレイ外しするのちょっと見てみたいね。ほんともぐみね、うん、もぐみもね、花火とお別れしなきゃいけないの。そっか、もうね、撤去が。もうね、いつまでもね、花火花火って言ってたらダメなんだってお返ししないと、5号機の花火と。悲しいよね、めちゃめちゃ知ってんじゃん。5号機の花火知ってんの。5号機花火、4号機の花火も、4号機花火もやってた。やってた。3本分これからこいつが出てきますからね、はい、皆さんぜひお付き合いくださいということで。お付き合いください。はい、ということで、もぐみちゃんもね、やんなっちゃうね。ね、なんで大人って学ばないんだろう、学ばない。もぐみちゃん部長、言ってやった方がおかしいよ。今から13時間、うん、もんなしでは打てません。ほら、子供に言わせるなよ、こんな悲しいこと。もんが必要なんです。もん、もん、もん、もんって言うのこれあ、もんって、もんをくれよ。もんくれませんか。もんくれませんかって。あ、あ、ちょっと、もんだ、もぐみちゃん。かわいい。もんだ。もんだ。もんだ。嬉しい。もんが4つもあるよ。すごい。嬉しい。もんだらけ。今日はでもね、13時間だから、もんが4つで足りるかな。足りないよね。ね、もっとくれるかな。もっとくれるんじゃない。もっとくれ。もぐみちゃんが言ったら、おじさんが言ったら多分ね、干されるだけだからさ。もぐみちゃん言ってみてよ。もっとちょうだい。くれないって。ダメだって。ダメだって。もう行こうぜ、もう。もう行こう。もう行こう。あいつら話になんねえ。話になんねえわ。絶対出してやるから。行こう、もぐみちゃん。これで出すから大丈夫だよ。大丈夫だよ。じゃあね。じゃあね。バイバイ。バイバイ。はい、花火行こう。花火綺麗。花火綺麗だね。早く見たい。ほんと気持ち悪い、この人。いやー、でもさ、もぐら最近調子良かったのに。え？この前もゲンさんで出てさ、この次絶対出るなって言ってたからさ。おじさんいつも出してる。おじさんなんか調子いいんだよ、これは。ただあのもぐらの野郎が出玉全部使うからさ、いつもマイナスなんだよ。
あのバカ、あのバカあいつ首、あいつ弾ばっかり食うから、あいつ弾食うよな、本当に。いっぱい打ちたい、早く打ちたいね。タバコも吸いたいから悩んじゃうね。でもね、2秒だから。ああ、いいね。2秒戻ったら打てるのよ、花火を。だからいいね、なんか熱い、遅れたら一回吸いに来てとか。いいね、そういうのもできるよ。あーいいね、もう、あモグラと似てるね。自分が吸い終わったらすぐ行こうとするよね。何その顔。なあ、ごめん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 なさい、ごめんね。大人似てるって言わないで。なんて、なんて言ったの。あのバカと似てるって言わないで。そんな嫌いなんだ、ごめんごめんね。似てないよ、全然。もぐみちゃん可愛い。よかったよかった。4歳ぐらいが一番難しいからね、扱いが。行こっか、行こう行こう。じゃあ行きましょう。行きます。花火だ、花火。13時間花火だ、やった。あーいいね、この音。あいいね、あいいね、いいね。あーもう1回転で当たっちゃうこともあるから。あーじゃあ行く、もぐみちゃん行こうか。せーので、せーので行こうか。はい、せーの。本当に同時だ。もうずっと遅れたのかと思っちゃう。はいはいはい、こういうもんです。はい、ダメでした。ダメだ。さあ、もぐみちゃん、この台はどういう台なんですか。この台は、うん、A タイプだから。 A タイプ。レバーオンのことに、うん、抽選してて、うん、ボーナスで出玉を増やしていきます、うん、なるほど。いいね、なるほど。設定は4段階なんですね。そうです。もぐみちゃんがちゃんと氷取れるんだね、4歳で。氷がこれちゃんとね、取りこぼしちゃダメなんだよ、一番。そう、これね、打ち方があるんだよね。打ち方がありますけど、皆さん教えてあげて、みんな。まあ、まずだから、設定4段階で、アンコウだと、149分の1、合算ね、合算。エビだと、159、なるほど。フグ166、タコ172。どうしよう、学校の勉強せずに何やってんの、本当に。花火やっぱ挟み撃ちですね。そうだね。でまあ、のれん狙いが一番いいんじゃないかね。うん、冗談。いろいろ本当全部狙えるんですけど、うん、打ち方も A タイプなんでどっから押してもいいですし、はい、何でもありなんですけど、のれんを上段か枠上ね。はい、あ、で切りたかった。これ一個早く押しちゃったね。これ一個早く押しちゃった。まあ、これでも問題ないんだけどね。そう。あ、これチェリーね。チェリーね。でチェリーの時はこうしてね。もぐみちゃん遅れたね。遅れの説明はまだね。遅れはね、うん、チェリーはボーナス。まあ本当はね、逆もあるんだけど、まあ一回ちゃんと打ってみようか。普通に行きます。のれん狙いで。はい、チェリー。これチェリーだったから。これはハズレというかチェリー。チェリーはチェリー B だったら、5% か 7% でボーナスになるんだけど。うん、A、B があるんだよね、チェリーね。でも遅れのチェリーはもう、チェリー来た時点でハズレ。花火の面白いとこは遅れ。遅れ。遅れというよりもスタート音が1音消えてるような感覚ですかね。皆さん普段はピロリロンっていうのがピロリロンみたいな、うんうん、なんか違和感があるから。そうですね、まあ、徐々に多分分かるようになってくる。最初意外と分かんないね。最初分かんない意外とね。でね、やりすぎるとあの普通の音も遅れたんじゃないかって思ってくるようになりますよね。そうですね。遅れた？いや、この遅れたかもが一番楽しいんだよ。これ同時だったからね。そうそう、一回逆押ししてみよう。これ遅れてんじゃん。遅れてたら入ってる。遅れてたらね。遅れてねえんだよ多分。嘘でしょ。遅れてたら入ってるよ、ね、中段下段はもう一角なんで、うんうん、そうよ。入ってないね。遅れてないね。入ってないね。ちょっと、あんたが言ったんだよ。やっぱ、ま、711枚をどうにか再現したいわけか。びっくりした。こういうふうに急に出るんですよ、リーチ目が。おじさん、これ、うん、バケ。これバケ臭いね。いやでもね、わかんない、怪しい。やじゃあ行きましょう。これでベタな、やつは1枚掛けで、ここもドンちゃんでなんですね。そうです。はい、ドンちゃんを狙います。で滑ったらバーか赤ナナです。そうで、僕は赤ナナ狙います。さあ、赤7赤7バーで、バーと一緒です。そう、あーやめて、
はい、あバカ。これもし外れてたら赤7だったよね。簡単です。でまあバーの時は適当で大丈夫です。目押しの練習した人は三連ドンちゃんを見てほしい。こうやると音が鳴ります。音が何の意味もないのでただ音鳴るだけ。そう、あー失敗した。毎回やると嫌なやつです。目押し力が低くてできない。そうだよ、モグラに言っといてくれ。あいつ最近日当たろうとしてるよな、なんかあいつ最近キャラ変えて聞こえようとしてんだよ。そうやろ、なんか確かにね、テレビとか出始めて、ちょっとポップにしようというか、ちょっとクズがなんか邪魔になってきてるみたいな噂を聞いたのよ。そんな聞いてない、そういうの。なんかテレビ出る時もさ、すっごい綺麗に髪とかさ、クズパシだとこういう髪型なの、いつもぐちゃぐちゃなのよ。違う違う、おい、もう何で、ぐちゃぐちゃじゃない、何が違う違う、もぐみちゃんじゃない、もぐらのじじい、もぐらのじじいだよ。じじいの話、うん、じじいの、あ遅れた気がするよ。じゃあ僕ドンちゃん狙ってみましょうかね。遅れたとしてね、ドンちゃんを枠上狙う、で枠上止まったら一角、はい、さああとは、あ止まってね、あの テンパって全然あの、ま、狙うとこも違うし、あの狙うとこも違うし、あの遅れてない、遅れてない。俺結構やってたな、まあ、3枚損すんだけど、3枚というか確かにね。そう、おい見て、もぐみちゃんどんなフラッシュになるのかな。いい、いいよ。おお、打ち上げさんで、綺麗。さあ、もぐみちゃんこれビッグじゃない？ビッグか、なんかね、3連出るとビッグであってほしいよね。頑張れよ、もぐみちゃん。いやー、はい、もぐみちゃん、やだな、大丈夫、大丈夫、まだわかんない、まだわかんない。そう、外れて、あはははははは、お化け、お化け、お化け怖い、お化け怖い、お化け早くなくしちゃ怖いから。お化け怖いよ。お化けは怖いよ。おじさんが朝から700ぐらい回して、馬券に1回。今日はさ、でも、あ、すごい遅れた。え？すっごい遅れたよ。大遅れ？大遅れ。いくよ。あ、おお、一角だ。うわ、すげえ。すげえ、大遅れだ。大遅れだ。ここで、遅れだよ。だから、チェリー B しかないんですよね、ここならね。そう。で、今これ消灯してない。うん。絶対消灯するんで、チェリービー。うわーどうしよう、どうしよう、ここに、あーもうどうしようここに狙おうか。どうするの、ドンちゃん逆、うわーうそー、ドンちゃんじゃなさそう。まあ入ってます。はいはいはい。でも化けでもないんじゃない。 7?7 じゃないの。赤7、もぐみちゃんが赤7っていうから狙ってみようかな。はいはい、おーわかっこいい、かわいい、ハチマキ巻いてる、かわいいでしょ。さあこの音がまたいいのよ。いいでー。さあビッグチュアもぐみちゃん、あーもうこれどうするんでしたっけ。まず左リール中段、中段に鼻のビタ押し、ビタ押しなんで、ビタ押しもうペッてやんないといけない。まあおじさんここはね決めたいね。ただこれね、何回失敗してもビッグ終わるまでに成功すればいい。そこなのよ。だから、一発じゃん。かっこいい。かっこいい、これじゃん。でも何回失敗してもいいんだよ。一回だけこれがある。で、こうで舐めこれ。ビタ押ししたらあと適当で大丈夫ですね。はい。で、あとは逆押しで。逆押しで、あとは適当。そうです。で、この途中に外れが出たら、そう、外れるかどうかです。外れたら一日打ちましょうっていうだけです。今度この曲ね、お遊戯会で踊る。踊るの？赤七で。え？赤七で？トップを持ってこれ。クラスで？クラスでみんなで。練習してんの？練習してる。もぐみちゃん どんな踊りなの？もぐみはね、あーすごい、めちゃめちゃ可愛い、見て。あーほら。これ花火しながら。あ可愛い。お遊戯会で踊るか。これいいね。見に来てね、これいいよ、見に行くよ、見に来て、見に行くって
こっから、花火チャレンジで最大20ゲームですけど、ここでリプレイハグ日がね、やってくるのよ。リプレイハグ日がやだよすげえやなの俺、やつがやってくる、やつがで、まあ、先に言っとくとリプレイハグ日はここです。このバーをここかもう一個上に狙う。さあ行きましょう。あーやだわ俺もぐみちゃん俺やりたくない。ダメ、緊張すんなよこの収録で。やってそんな、いきます。テローンってなったら終わりと。テローンってなったら、ね、はい。で何もないときはまあ適当でもいいんすけど、まあ一応僕は子役狙い、急にリーチ目出るときもあるし、あこれが一番嫌なやつで、これがリプレイなので順番に押すと揃っちゃいます。だから残り7ゲームぐらいまでは外さなきゃいけない。いきます。あ、あ、もう本当やだ。ケモキさんの言わなかったよ。この2連続で来ることあるからね。こんな緊張するもんじゃないのよ。別に。もうね気楽にやればいいし。いやーもう意外と緊張する。本当は意外とできんのよこれ。これたまにやっちゃうよ本当に。そう、これたまにやっちゃうよ。これは、すごいちょっと損してます。ちょっとだけ。でもちょっとなんですよ。そうそうそう。あ、どうしてかっていうと、こう20ゲームその後絶対ついてくるんで。皆さんもやめてください。実践でね。プライベートで売ってる時に横の人見せたらニヤとかやめてください本当に。差があるけど、ね、そんな気にしなくていい。入った。おお入った。俺の経験上これはバーですよね。バケだね。これはおじさんバケだ。これはバケだ。あ終わらせないと。お化けだ。お化けだ。お化け怖い。泳ぎ会これはやんないの。お化けはねみんな泣いちゃうから、ね。あ泣いちゃうからね。少な。でこれが僕があの入れちゃったからこんなぐらいで終わっちゃうのよ。そうね、だ本当にうまいこといけば35とか34とか4とか ね、残り7ぐらいからあれ入れればいい。だからこれ損してる。今から10ゲームぐらい損した自分への罰の時間です。もぐみちゃん、あーやっちゃった。うわっちょっと適当にしちゃった、ごめんね。うん、かわいそう。ちょっと汚いよ、なんで好感度上げに行くの。もぐみは人のことを殴れないよ。汚ねえよそんなの。汚くない。だってこれで殴ったらそれでいいじゃん。もぐみは頼むよ。もぐみは殴って人を殴っちゃいけないって教えられた。いい親、いい親。やそっちが殴んないと悪者になるんだこっちが。すごいよやっぱり。でも覚えてない。遅れた？遅れたんじゃない？なんかた、え？あれ？遅れてたら入ってる。いやでもこれ、ああ、二角だ。わ、二角よ。いや二角よこんなもん。これドンでしょこれ。ドンでしょ？いやいや七だよ。わ、うわあすげえ。七臭くない？七かな。七じゃない？七。もうバーはいいよ。七じゃないんじゃない？リプリプよリプ。七よ七。ドンじゃないこれ？あドンだドンだ。あー単独どんだいいね素晴らしい。あーこれお遊戯会でどうこれ踊る。あこうやんの。こっちは男の子がやるのかな。もぐみも出る。もぐみも出る。さあ最初ねもぐみに見せた。もぐみいいぞいいぞ。もぐみ見せちゃった。もぐみちゃんが。今遅れロングウェイトじゃない？今なんか変だったよね。ロングウェイトじゃなかった今。だからだとしたら確定だよね多分。うん。多分ロングウェイトだよ。うわあ、音止まるよみんな。この瞬間が超気持ちいいんだよな。はい。いや。お遊戯会が終わった。お遊戯会が中止だ。いやー気持ちいい。これが気持ちいいのよ。これがこの無音になるのがね本当に気持ちいい。これはい、まあ、この花火チャレンジ花火ゲーム中は
こうやって音が鳴るんですけど、無音になったらもう入っていると、はい、いうことです。だからお遊戯会終わったかなって思うけど、お遊戯会が始まるんだよね。始まるんだよ。ただお化け怖いね。大丈夫大丈夫、この形はお化けじゃないよね。大丈夫大丈夫でしょ。お化けだと損すんだよ。あお化け怖い、お化け怖い、お化けして。そう、ロングウェイトだった。そうね、全部で413枚。意外と出るよね。だから、413枚です。 あれ遅れたかな。え、はい、早くやるよ。やっぱタコかな。あれ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 、うわうわあ、いけ、お、あ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 、これ、あ、やっぱりね、バーベル入ってね、いい音だね、いい音。あれ入った、わあ、どんちゃんだ、どんちゃんだ、やば、ありがとうございます。いやすごいすごい。いやいやいいね。無理して出たパターンはね、いいタコだった可能性があるね。そう、こっから反動があるから。これでも1000ゲーム、1300枚いて186分の1。あ、うん、あちょっとダメだね。もうダメかなと、もぐみちゃんはもうダメかなと思ってます。わかるよ、僕は1300回して5回合算、僕はダメかなと思ってます、ずっと前から。いやもうこれもう、もうええ、もう今4枚取れたし、え、嘘、ここでやめた方がいいんじゃない。こんなことある、今日13時間だから。親が死んでもやるで有名な。これやっぱだってこの状況だもん。はあ、なるほど。1000というか、まあ、1300ぐらい回してこれだから。まさかもぐみちゃん立ち回ろうとしてるんですか。もぐみは立ち回るのが好きなの。押します。やめろよやめろよ。あ、ここで1回ね、130枚じゃあ220枚ね。こういうのが大事なのです。そうです、細かくこれを持ってそう移動するということが大事なんです、ね、大事。ありがとうございます。どうも、何枚ですか。これはでかいよ、166枚。大事、これが大事だね。唐揚げ美味しかったね。唐揚げ美味しかった、美味しかった。あんなにマヨネーズつけるんだね、もぐみちゃん。そう、たっぷりたっぷり、マヨネーズに鶏をつけてた感じだよね。そう、マヨネーズに鶏をちょっと乗せてた、食べてたもんね。鳥のように高く飛ぶ、高く、あ、今から高く飛ぶ、いけるかな。なんと、え、スイッチオーケー。あれあれ、示唆だ、示唆、示唆です、示唆した今、まさか。あれ、ね、いっぱいあるよ。でもあれは PR パチンコ北斗無双です。いいですね、やっぱ困った時は北斗無双ってありますから。うす、もう無双行けば間違いないんでね、お前おじさんじゃねえかよ。あ、無双行けば間違いない。すごい深かったよ、なんか無双行けばね間違いない。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に、皆様、本当にね、黒幕今日もありがとうございます。本当に黒幕来ていただいて本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。こんなすぐ本当やっていただけるとは思います。これすごいんですよ。何ですか。3日間で、はいはいはい、コメント1300件弱。そんな来てくれたんですか。本当に企画案というか。ほとんど企画と、あとあのキングオブコント応援してますとか。あー、なるほどね。多かった意見をとりあえず抜粋してここに書きまして。なるほど。一番多かったのはダントツでオールナイト。オールナイト、いや行きたいですよ。え、三重、三重のオールナイトをもうやってほしいっていうのは、これダントツの。ライブで、ライブでも、ライブでも最高だよな。40、やりたいっすよ。最高で40何時間あるもんね。
え、こんなんでいいならですけど、この年末年始が多分、そうですよね。そうなんですよ。そうなんです、ね、僕はもう全然やりたいからって言ったら開けてもらえると思うんですけど、こいつがね、テレビを優先するんですよ。優先しません。優先しません。いや、優先しません。僕もだから絶対って言ったらいけるんですかね、これ。どう、もう入ってんじゃないですか。でもまだ入ってはないと思うんですけど、今だよね、言うなら。そうですね。だからね、でもやっぱご時世がね、ちょっとむずいっすよね。あー、まあね、ご時世的だね。メインガーデングループないんですよ。じゃあダメでしょ。でそれを気にされてる、そこまで読んでる方もいたんだけど、はいはいはい、それ全く構わない。なんでいいのよ。いいですか、はい、黒幕別にいいんですか。三重のどこかのホールさんが OK してくれれば、それは全然いいんですよ。全然いい。いや、これはやりたいですよね。これやりたいですね。だからご時世的にさ、そうそう、これも、もうコロナ収まったらやるってことどうですか。そうですね、でもこれはさ、保留で、保留で5年以内にやる。5年以内、収まったらやることにします。収まり次第、やる。これはこれでじゃあ、はい。で、あと面白いなって思ったのが、クズパチのパチンコだったりスロットだったりを作ってくる。これ、これよ。これいけるんですか。僕は正直もう、だっこれいいよ。これね、いけるなら夢ですもん。パチンコ打ちの、ね、自分たちが考えた台を。なるほど。僕らともう一応名前は決めてますもんね。そうなんです。決まってるんですか。名前は決まってます、決まってます、はい、今発表させていただいて、はい、発表しましょう。 P シルです。P シル、はい、もう P シルという名前は決まってます。とにかく汁が出るポイントをいろいろ考えさせていただいて。なるほどなるほど。え、ちなみにこういう、僕は分かんないですけど、すっごいスペックにしたいんですよ。だから、ね、一応今話してたのが、その大当たり確率319分の1で、確変突入率が 20% 15% から 20%。 なるほど。で、ラッシュ、ラッシュね。20% で当たるじゃないですか。で入った後に今度 V 入賞するかどうかの2分の1のところに入って、そこの V 入賞したらラッシュ入るんです。これはですね、お通業って通らないですね。え、もうダメですか、この時点で。もう全くダメですね。ええ、これは薄いよね。じゃあもう大案として8段くるんっていうことですか。8段くるん。これはプライベートってメーカーが作らないと導入できないので、これちょっと相談してみます、メーカーに。え、八段くるんですか。P シルで提案してくれっていうのを S も一応出して、 S シル、はい、どういうのができるんだいってメーカーに投げてみます。本当にですか。じゃあもし OK ですってなったらあるかもしれない。あるかもしれない。嘘だ。うわ、シル出せたらもういいよ俺。これ何百台のガーデングループ用意して稼働ゼロだったら私が作りとくこれは継続案件で。あ、じゃあこれも継続で。継続で。え、すごい。え、じゃあもう結構採用してくれる。採用してますよ。だから1個って感じじゃないっていう。プライベートで行くのでご褒美じゃなくても金玉は食べますので2人でジラナの対決をしてほしい。弱対弱ですよ、だって僕マジでリアルにキャメロン・ディアス。僕は山田勝美さん会えるだろ、会えるだろ、会えるだろうってマネすけどでもやっぱあれでしょ、競馬企画。これ多かったですね。あ、多いですか。多かったです。いいですか、逆にガーリンさんあんま関係なくなっちゃう。もう全然関係ないですけどパチンコ関係ないですよ。パチンコ関係ないですけど、やっぱりそれ声が多かったんで。やっぱ声を大事にされると。もちろん関係なくてもか取り入れるな取り入れます競馬ボート、競輪、オート、ボート、競輪、オートは僕が個人的に全然やらないんですよ。あー、なるほど、まあ、本当にちょろっとやったことあるぐらいで。できれば馬が大好きなんで僕。まあ僕もやっぱりやりますけど競馬メインなんで。そうですか。競馬はありです。え、これは何ですか。黒幕が誰かくれるんですか。これですね、競馬に限らずほとんど全ての企画でガーデングループの金じゃなくて黒幕の金でやるっていうのが幸せになってましたね。
ポケットマネってことですか。大手社員の私が多くコメントはほとんどが黒幕の金出てきてるオールナイトも黒幕の金出てきて、やっぱ人の金でやる競馬が一番面白いですからね。面白いですよ、冴えますからね人の金。いやヒリヒリつんのもいいんですけど、それご褒美的にいただけるって聞いてしまったので。わかりました。じゃあ基本線は競馬で、まあ、お二人のスケジュールと調整して、はい、これからの秋以降の G1 とか、あの G1 先生、嘘でしょ、秋の G1 だめっちゃと、何だ、どこになるんだろう、最高ですよ。いや、それをスケジュール調整できた時の G1 で、はい、やるっていうんで、いや、別に金さえ振り込んでくれたら Zoom でもいいですよ、勝手にね。Zoom でも、あの、別にね、いいです、全然。いや、それこそ生でやったらいいんじゃないかなと。あ、競馬場とか行ってる。競馬の中継は YouTube です、ね、いやー、そうっすね、確かに。なんでこう生で、あの視聴者の方が、なるほど、はいはいはい、リアルタイムにかけるっていうのみんなで一緒に、みんなで一緒に。あー、そういうことか、これめちゃめちゃ面白いな。いいですね。いやー、ありがとうございます。ちょっとこれを基本線に考えますんで。皆さん、ありがとうございます。うわー、皆さんのおかげですごい、なんかできそうだ。朝からパチンコ打って寿司、ピザ、競馬、焼肉、またパチンコに戻るみたいなのができるかもしれませんよ。すごい、うわ、楽しみで、ピンヒル持ってるかもしれないし、八段クルーンね、八段クルーンがちょっと皆さん楽しみに教えてください、本当に、ありがとうございます、本当に。こちらこそ、またどんどんあの新曲がありましたら、はい、ご報告します。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にありがとう。めり込まない。なぜ、いつも終わり方を教えないんだ。ありがとう。本当にありがとう。ありがとうございます。視聴者の皆さん。ありがとうね、視聴者の皆さん、ありがとう、本当にありがとうね、本当に感謝してるね。カットって言って、なんでカットって言わないの。スイガーと当たりよ、いけるいける、絶対いける。それ僕見それあんじゃない。パパー